はい、ルルカです。今回はね、4月7日の楽天モバイルアンリミット1年間無料キャンペーン終了に向けて、やはりね、トラブルの方が出てきているようですので、そのトラブル内容、プラスね、できる限りね、トラブルに合わないで契約する方法、だったりとか、トラブルに遭ってしまった際にね、ポートセンターと連絡を取る方法、この辺に関してお話していこうかなと思います。ポートセンターと連絡を取る方法なんて、わざわざお前に聞かなくてもわかるわって思う方もいると思うんですけれど、舐めてると楽天モバイル、楽天人狼ゲームっていうのがね、発動しますので、よかったら最後まで見ていってください。まずこちらの見ていただきたいんですけど、はい、お申し込みいただいた製品の配送についてのご案内ということで、楽天モバイルの公式ページになってるんだけど、あのね、お知らせをしないで有名な楽天モバイルさんがお知らせのを出してきました。内容なんだけど、弊社は楽天モバイルをご利用いただき誠にありがとうございます。現在非常に多くの申し込みをいただいており、ご注文いただいた製品のお届けまでに通常よりもお時間をいただいております。数日もしくは1週間ほどお時間をいただく場合があります。お客様にはご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げますということで、こんな感じのね、お知らせのが上がっています。実際ね、ルルカのところにも届く予定日になってもシムが届かないんですけどっていう情報が来ています。どれくらいの数のね、注文が入ってるかわからないんですけれど、少なくても楽天モバイル側がね、処理することができるキャパっていうのを超えた量の注文が入ってしまってるようです。一応ね、配送を伴うものに関しては遅延がね、起きてるみたいなので、ルルカに関しては楽天のね、シム、通常のシムで契約してるんですけれど、 eSIM などにも対応していて、ルルカもね、ポボ、LINE もアハモとかに関しては eSIM で契約してるんですけれど、ルルカが使ってる iPhone 11、iPhone 12はもちろん対応していますし、iPhone XR 以降の、ね、端末であれば対応していますので、これから4月6日本日だったりとか4月7日になると、さらなるね、注文でトラブルが起きると思いますので、楽天モバイルに関してはね、一回 eSIM 契約した後にやめて物理 SIM に変えたところで手数料は発生しませんので、とりあえずね、契約の eSIM で済ませた方がいいんじゃないかなと思います。別にね、物理 SIM で契約しても届くのが遅いだけでね、4月7日のね、23時59分までに契約さえしてしまえば1年間無料キャンペーンのね、対象にはなると思うんですけれど、やはりね、すごい時間かかったりとか、その時間がかかればかかるほど本当に注文できてるのかとかね、本当に届くのみたいな、ちょっと心配になってしまってね、無駄に、ね、体力を使ってしまったりとかもすると思いますので、その辺のね、心配な部分とかを考えるのであれば、個人的にはね、 eSIM 対応の端末を持ってるのであれば、とりあえず eSIM で契約することをお勧めしたいかなと思います。またそうやってね、注文したんだけど一向に商品が届かない場合とかに関して、サポートセンターにね、問い合わせしたい方も多くいるんじゃないかなと思います。なんですけれど、ここのね、お知らせのところには記載がされていないんですけれど、どうやらサポートセンターの方もパンクしてるようですね。もともとチャットに関しては全然ね、返事が来ないので有名だったんですけど、さらにね、輪をかけてチャットで連絡しても返事が来ないみたいです。そしてね、返事が来たとしても、うちのチャンネルでは有名な楽天人狼ゲーム、要はね、適当な返事が返ってくるみたいです。何日に届きますみたいな感じで返事が来たとしても、実際はその日になっても届かないだったりとか、そんな状態になっているようなので、チャットは信用できない状態になっているみたいです。なので、とりあえずね、サポートセンター利用したい場合に関しては電話でのサポートセンターをお勧めします。その際には、そのサポートセンターの会話っていうのはね、録音しておくことをね、ルルカチャンネルは推奨しているんですけど、その電話に関してもね、なかなか繋がらない状態になってるみたいです。なんですけれど、楽天モバイルに関しては何も知らないで電話をかけると、そもそもね、サポートセンターに電話が繋がりません。はい。これに関しては、繋がる方もいるみたいなんですけど、少なくても、ある時期を超えてから、ルルカに関しては、普通にね、電話かけたところで楽天モバイルに繋がったことがありません。どういうことかというとね、別の動画でも紹介してるんだけど、はい。楽天モバイルに関しては、電話サポートがね、2段階認証になっています。この辺のね、詳細に関しては、概要欄下のところにこの動画貼っときますので、見てください。すごい単純に言うと、電話をかけるとね、SMS が届いてきて、そこに記載されている番号に電話かけることによって、初めて電話が繋がるっていう、そんな感じになっています。動画を見てもらうと、ルルカがね、サポートセンターに連絡をした際にこうなったよっていう事例を挙げてね、紹介させてもらってるので、分かりやすいんじゃないかなと思います。また楽天モバイルに関しては、今は表示されていないんだけど、フリーダイヤルっていうものも存在していて、このね、フリーダイヤルに関しても2段階認証になっているので、何も知らないでかけてもね、繋がんなかったりします。その辺も含めて楽天モバイルどうなってんだって話にはなってるんだけど、この辺を知らない場合ね、電話をかけても、なんか電話繋がんないな、混み合ってるな、 SMS メールが届くなみたいな、それがね、無限ループして全然繋がらないと思うんですけれど、他の方々がね、通じないって言ってる時に関しても、この2段階認証を使えばね、電話の方ルルカに関しては繋がりましたので、一回ね、試す価値はあるんじゃないかなと思います。まともに電話すると電話のサポート受けることできませんので、とりあえず試してみてください。ということでね、4月7日の1年間無料キャンペーン終了に向けて、かなりね、多くの方が注文して遅延も発生して、ここからね、ルルカのこの前あげたね、動画同様にもっとトラブルの方が頻発してくるんじゃないかなと思います。なのでね、まだ楽天モバイル1年間無料キャンペーン使っていなくて、この機会に契約したいなと思っている方に関しては、この動画を見たらすぐにね、概要欄下のところに楽天モバイルのリンク貼っておきますので、早めにね、契約して
してみるといいと思います。もうすでにね、遅いっちゃ遅いんですけどね。そしてその際にはできればね、eSIM 契約などがおすすめかなと思います。ルルカのチャンネルでは基本的にね、楽天モバイル側としては公式対応端末としてはね、発表していない。iPhone で楽天モバイル使うとどういう挙動になるかなど、いろいろと他の方々が出していない情報出しています。今後もいろんな動画毎日更新上げていきますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。